ましょう。ね、頑張っていきましょうね。いや、僕ちょっと今日 ね、ね、悪くですね。ね、初めてですからね。で、僕ちょっと言いたい、ちょっと喋らさせてくださいよ。頑張ってください。ちょっと僕に喋らさせてください。はい。伊達さんが喋りたいな。あ、サンドウィッチマンさんじゃないですよ、僕は。ちょっと喋らさせてもらいたいんですけどね。ちょっとね、僕この前ね、うん、赤ちゃんを見たんですけど、もうめちゃくちゃ可愛いですよね。この方あの変態なんですよ。あ、そういう可愛いじゃないですか。変態モグラなんです。なんですかモグラって。変態モグラでしょ。誰がモグラだろうと思って。その赤ちゃん飼うとさ、俺もう自分の赤ちゃんが欲しいんですよ。なるほど。うん。それで今日は赤ちゃんの作り方を教えてほしい。あ、教えてほしくないですよ。わかりました。え、お前生放送だよ。おい。もう何のコントが始まったんだよ。おい。違う。俺今日なす赤ちゃん欲しいから赤ちゃんあやす練習がしたいんだよ。なるほど。おばあちゃんを騙す練習。あ、言ってないですよ。はい。2回ともどこ入ろうとしてんのお前よ。赤ちゃんをあやす練習がしたいんだ俺はよ。やんないよ。え、そういうねカルチャースクールじゃないんだよここは。カルチャースクール、え、そもそもね赤ちゃんを育てるってね大変なことだよ。一人ね2000万かかるんだよ。計画的に考えないと子供をね不幸にするよ。俺計画あんだよ。なんだよ。自分の子供9人作って、ああ自分の子供だけ野球チームを作りたいんだよ。1億8000万ってかかるんだよ。え、2×9 でポンポンポン男の子生まれないよ。はい、相手に女の子入ってくるかもしれないから。いや、それは奇跡的に生まれればいいじゃないの。じゃあ生まれたとしよう。ああ生まれたとしてもね、ああな、プロはさすがに無理だよ。まあまあな、小学校のチームだよ。ああ下が小1だとしても上が中3で同じチームじゃねえんだよ。いやいや、じゃあそこはこうしようよ。四つずこいつこで一気に9人作ればいいじゃないかよ。お前は犬と結婚する。なんで犬が出てきたんだよ。犬とモグラで結婚する。なんだ犬と、誰がモグラなんだお前よ。新種の子供をムツゴロウさんに見せてやりたいね。なんでムツゴロウに一回やらなきゃいけんの俺の子供よ。仮に同じチームになれたとしよう。ねえじゃん、同じチームに お前の遺伝子だ。俺の夢叶ったよこれで。クソ弱いぞ。なんでクソ弱いんだよ。みんなキャッチャーだからな。なんで全員出たんだよ。ホームベースの後ろにこれバカな集まりじゃねえか全員よ。攻撃の時はみんな大丈夫。なんで走れねえデブなんだ全員よ。走れねえ潜っていた方が早いんじゃねえ。もう僕らの子供だからかそれ。そうだよ。はぁ、お前赤ちゃんの身寄りにな、うん、社会人チーム作ってな、うん、1億8000万でカブレラを雇って。なんで俺今それカブレラ雇わなきゃいけんだよ。お前さ、なんで赤ちゃん欲しいやつがさ最終的にカブレラ雇わなきゃいけないんだよ。じゃあ1億8000万でカブレラの赤ちゃんを買え。いやもういいよ。どうもありがとうございました。